すごい火山だ。道狭いですね、ずっとね。道ね、そう、狭いですよ、こっち。まだ使ってないですね。でもそろそろもういりますね、これは。普通にいる。結構あると便利ですよ、これ。そう、これね、ほんと使った方がいいですよ。暑い、もう。もう暑い、脱ぎたいですね、早くも。やっぱ、なんか去年より登ってる感ありますよ。ある、確実にある。去年は吉田龍と。そうですね。なんかね、スタートして 1,2 時間ぐらいは本当にただのハイキングみたいになってた。あー、結構地味に下り坂みたいなのありますよね。あるあるある、あった。油断させる、あの、うん、下がんのかよみたいな。無駄に下げやがってみたいな。下りもこのルートなんですよね、多分一緒なんですよね、確かね。うん、つまずきそう、こういう下り。大丈夫なのかな。確かに、まだ寒くない。暑いっす。暑いね、暑い。確かに、ね、僕らも降ってる。あ、ね、北の P、暑そうですね。僕らも寒がりなんで、うん、そうですか。寒いより暑いですよ。高橋君、もう頂上見えるよ。嘘だよ。嘘だよ。雲なのか霧なのかわかんないけど、うん、晴れるとすごい綺麗なんですよね。綺麗ですね。いいですね。全然降ってない。これぐらいがしでかいかもしれないですね。そうですね。私は晴れるとめっちゃ暑いですもんね。登りの連続結構つらい。つらい。つらい。どうかな。下も脱ごう。パッチョさん、下脱いちゃうんですか。パッチョ、下脱ぎます。やべ。ダメかな、大丈夫ですか。なんて涼しいんだろう。結構ね、登山客の方いらっしゃいますね、平日ですけど。学生さんとか多いのかな。まだ大丈夫。まだ死んでない。楽ですよ、ほら。楽で。転がっていけばいいから。コロコロコロって。コロ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 。確かに。押してもらえればね。ちょっと押してもらえれば、コロコロいけますから。最初だけでね。あとはもうコロコロいけるから。なるほどね。楽楽。石だって思えば簡単だから。自分が。あれ整地してるんですかね。あれすごい。いくらなんですか。いくら払えばいいんですか。こんぐらいの角度でもガンガン登れる。へえ、そう。グイン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 。あれで頂上まで連れてくる。そうなんですか。マジ？払おうじゃ。払おうぜ。早くないですか。番組とか生放送とかはああいうの使うそうです。へえ。普通のね。普通のね。兄にこのまま普通でないことを認める発言。確か馬乗るサービスとかありますよね。ありますね。8合目まで、ね、8合目で残り2キロを1万円で乗せてくれるっていう。へー、ママすげーよな。思わず乗りそうになるね。ただあの馬面白くて、みんなね、あのスタンバイしてる馬がみんな沈んでるんですよ。嫌なんだ。そんな行きたくないけどね。仕事ならやるけどそうだよね。馬ズーンってしてる。今ね、誰もカメラに撮ってなかったけど、バイヤーちょっと落ちそうになってたから。ちょっとここで足がつるって言ったね。怖い。危ねえ。何も守るものがない。危ない危ない。クソバの栄養になると。しっしーです。そんないいもんじゃないかもしれないですよ。帰れれば僕は構わない。無念。引き倒れたものの。お前の意思は俺が受け継いだ。クマよけ？あれ、この辺のクマはこの鈴を頼りに寄ってくるらしいっす。へぇ。人の味を覚えるとこれがあ、人だってなって。へぇ、逆にね。逆に来るらしいっす。なんでそれをグッサンのとこにつけといて食べられちゃう。餌になってもらいましょう。クマカレー。違うわ、逆だ。ヒント。あ、6号ね。え、嘘。なんかポイントにつきました。早いですね。まだ数十分の、2、30分ぐらい、わかんない。つきましたよ、6号目。ちょっと前かな。ここは6号目つきました。酸素。去年まみるとすごいありがたがってたやつ。今年あんま持ってなさそうですけど、誰も。やったねって書いてある。やったね。あとこの横のこれが結構ヤバくて、下界って書いてあるんですよ。ここは展開なのか。もう割とすごいとこまで来てる感が。こっからすごそう。そしてすごいぞ、視界が
10メートル先が見えない。あっちいい天気だ。日が差すと超あっち。歩き出すとなんか晴れますね。晴れ女、晴れ男。暑い。よいしょ。日焼けしちゃう。いやん。卵肌が。結構なんか岩とか石とか多くなってきてるけど、登りにくくはないですね。うん、まだ大丈夫。まだ全然登りやすい。で、ちょっとまだ天候が怪しくなってますね。そうですね。これ涼しいんで助かります、こっちの方は。そうなんだよね。絵的には微妙かもしれないけど、僕たち的にはとても助かるんですよね。そうですね。元気っすね。やばいね。長いっす。心臓バクバクですわ。これね、持った方がいい。そういう講座だな。各有私も同じ症状で。撮って。一応撮ってます。撮らないと。ありがとうございます。お疲れっす。ありがとうございます。できるだけちょっと休憩ある時間の時間の時間で。ちょっと、しくなってくる。はい。これ。どうですか、ここまで来て。ね、去年ほど辛くはない。さすが。でもまだ全然わかんないよ。まだ全然登るし、あとその山小屋についても明日の朝結構登るので、去年より。そこで死ぬ可能性もある。確かに。なのでおごらず行きましょう。ただおごらずとか言ってさっきずっとジブリの話すげーしてたけど。しゃぎますか。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。